それでは早速向かっていきます。スタジオ正面玄関を出て右方向に向かい、世田谷通りを目指します。世田谷通りまで来たら左方向、信号を渡りまっすぐ進んでください。インド料理屋を目印に左に曲がり、見えてきたお店がゴーの飯。ベテランのスタッフさんには寮といった方が馴染みがあるかもしれません。いらっしゃいませ。元気よく挨拶してくれたのが大将のゴーさん。2021年に現在の場所に引っ越したのを機に、正式に後を継いで屋号も変更。伝統の味はそのままに、さらなる進化を遂げています。座席は全部で23席、カウンター席3席と2人掛けのテーブルが10卓です。それではスタッフおすすめのメニューを紹介します。まずは大人気の定番メニュー、唐揚げ定食税込み850円。大きな唐揚げが4つも乗っています。醤油ベースのタレに漬け込んだ鶏のもも肉はカラッとジューシーに揚がっていて絶品。独自調合のスパイス、魔法の塩をつけて食べればやみつき間違いなし。続いては屋号にもなっているゴーの飯、税込み1200円。先ほど紹介した唐揚げ4つに加え、秘伝のタレで焼き上げたこれまた大人気の豚の生姜焼きを合わせて堪能できる夢のようなメニュー。腹ペコスタッフも大満足。がっつり行きたいなら迷わずこれを注文してください。お次はサバの味噌煮定食税込み850円。大おかみが自家製味噌だれでこってり2時間煮つけた、まさにお袋の味。甘じょっぱくてご飯が進むこと進むこと。シンプルだからこそ飽きのこない家庭の味です。ぜひご賞味あれ。ボードの定食も充実しています。季節によって出されるメニューが変わりますが、ゴーヤチャンプルー定食や豚ハラミとキャベツのスタミナ炒めなどが人気です。中でも醤油で煮込んだ豚肉のかけご飯ルーロー飯は特に人気で、定食で出るときは教えてくれという常連のお客さんの強い要望があったため、店のツイッターで告知することもあるそうで、概要欄にツイッターの URL を貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。ここでご飯の盛り方について紹介します。こちらが普通盛り。十分な食べ応えがあります。そして昼は無料の大盛り。ありがたいです。さらにプラス300円で食べられるのがこちら、昔話盛り。約 1.2 キロあるそうで、盛り付けるのも一苦労だとか。残さず食べる自信のある方だけ注文してください。普通盛りでも小食の方は食べきれないかもしれません。そんな時は少なめでと注文しましょう。お弁当メニューも充実していて、1000円以上でデリバリーしてくれます。徒歩5分で行ける距離です。できたらすぐに届けてくれるので、温かい弁当が食べられます。営業時間は月曜日から金曜日、11時から14時の昼の部と17時から21時の夜の部となります。定休日は土曜日日曜日です。あなたのおすすめメニューがあったらぜひコメント欄に。役に立ったという方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。